皆さんこんにちは、水木です。今日はですね、体育のテノールソロの仕事がありまして、横浜アリーナに来てます。これですね、私の控室です。今日ね、ルチアのパバロッティとか、まあ、そういうね、すごい人たちと同じ舞台に立てるということで非常に興奮してます。横浜アリーナでの公演楽しんできます。さよなら。はい、というわけでね、そろそろ本番です。私の今はこんな格好してます。こんな感じですね。こういうね、蝶ネクタイがあって、こういう風にね、ひらひらがついてて、これ塩ビ服ですね、塩ビ服。こんな感じですね。はい、ベートーベンが作曲した交響曲第9番、通称第9と呼ばれる交響曲のソリストを今回務めさせていただきました。この動画がもし面白かった人は高評価、ライクボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。どうも水木でした。さよなら。